こんにちは、工具屋てっちゃんです。今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはこちら、はい、ベラのですねビット差し替えドライバーです。はい、こちらの商品の魅力をですね3つのポイントでねご紹介していきます。まず1つ目ですね、ビット差し替えドライバーね、先端のビットをいろいろと変えることによっていろんなドライバーに変身する便利なドライバーです。でもそのビット、ね、そのビットをできたらグリップの中に収納したいなというふうに思う方も多いと思いますけれども、ポイント1つ目ベラはじゃん、グリップの中にですねビットが6個収納できますね。最初からですねプラスの1番と2番と3番、そしてマイナスがですね3種類入ってますね。ビットをつけてね、使ってしまって使えるとね、とっても便利になってます。ポイント1つ目はビットが6個グリップの中に収納できるということですね。そしてポイント2つ目ですね、はい、スタッピードライバーですからここを極力短くしたいです、ね、で中に入っているビット、ここの機構もですね、ギュッとこう取り出しやすくこう長くしたいんですけど、そうするとここ全体も長くなってしまうんでなるべく短くしたいと。そうするとどうしてもここスペースがね小さくなります。そうするとちょっと取りづらいですね、取りづらい。そこでベラさんは考えました。これがねこうギュッギュッと動くんです。ですからこのようにギュッと動かして取ることで取りやすくなってます。はい、ポイント2つ目はですねビットが取り出しやすい工夫がしてあるということですね。はい、それと3つ目のポイントです。これは良くも悪くもあるかと思いますけれども、ビットを保持するのが強力マグネットになってます。ですからビットがね磁化します。磁化すると、はい、ネジがくっつきます。ですから磁力を嫌う現場ではね、これはちょっと NG かもしれませんけども、それ以外のところではビットが磁化するのでネジをくっつけることができます。いろんな角度で ね使いたいとき、はい、ネジがくっついて便利ということです。はい、まあビット差し替えドライバーね、通常はねこの 25mm のビットを使うかと思いますけど、でもいろんなビットがありますね。 50mm のビットを使うとこの長さがちょうどいい人もいるでしょうし、このようなね 80mm のビットを使う人ね、この長さがちょうどいい人もいるかもしれませんね。はい、まあビット差し替えドライバー、ビットを差し替えることによっていろんなドライバーに変身するというのが魅力なんですけども、25mm のビット結構ね、収納できるし取り出しやすくなってるし、マグネットで、ビスもくっつくということで、とてもね魅力的なビット差し替えドライバーだと思います。こちらの商品はファクトリーギア各店と通信販売でね購入できます。ビットを何本も持ち歩きたくない方ね、なるべくコンパクトに収めたい方、よかったら使ってみてはいかがでしょうか。ということで今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはベラのビット差し替えドライバーでした。